こちらリバク、上陸成功した。了解。通信状態は確保して。今回の任務目標はこの龍脈が未発掘かどうか確認すること。人がいる形跡はない。粒子の貯蔵は普通風水機関のそばにある。利水の安定を願って建てられるもの。待って、リバ君、付近で怪しい電波を探知した。あまり大きく動かないで他の門から入った方がいいかも。1回目の龍脈に似てる。利水を入れすぎると風天箱は暴走する。変に動かさない方がいい。
このまま進めば祭壇だ。流弁が開いているということはすでに誰かが来ているのか。違う道を探そう。用心に越したことはない。利水を入れすぎると風天箱は暴走する。変に動かさない方がいい。ほとんど掘られちまってる。ボス、ここをアジトにするのはちょっと無理が。全部あの英会のガキのせいだ。つべこべ言わずやっときゃ今頃。ボスも何か言ってくださいよ。基地はまた探せ。お前らに怪我がないならそれでいいだろう。今回こそ捕まえて倍返しをお見舞いしてやりましょうぜ。ボス、知らせが来ました。ガキどもは3時間前に糸を出たそうです。もう来やすぜ。待てばカイロの日和ありとはよく言ったもんだ。はあ、最悪だ。エイダ、あの商人にやられたな。奴らの手がすでに回ってる。もう撤退するよ。急いで、気づかれないように。商人ってカスしかいない。ボス、なんか変です。外からも流鳴の反応があります。流門を直接開けるだと？利水を入れすぎる。何が起きてるんだよ、一体。疫病神、やっと現れたか。おい、てめえの獲物が出てきたぞ。よく見ろ。俺らはかくまっちゃいない。ち、とっととそいつを放しやがれ。ボス、俺たちは何も関係がねえ。クソが。誰だ？なぜ英会の服を着てる？リバク、首相だな。殺しに行く手間が省けた。カイト・ブランはおらぬのか？
お前がカイドウを殺したのは。そうか、持たなかったのだな。すべて貴様の責。呪い、この弱さが元凶。なんてやつ、化け物め。逃げるか。一族のために準じろ。当主はお嘆きだぞ。使っても勝てない。考えろ、考えろ。なんだ。おそらく風天箱のオーバーフローですな。機械が古すぎると耐えられないのです。ご注意を。力は自己強振します。最終的に龍脈が爆発することも珍しくはありません。また怒られちゃうな。水量をもっと増やせば風天箱は暴走するはず。前に脱出する。小賢しいネズミ、何をしている。どこに隠れた。急げ、まだ見つかってないはず。前に門を閉めないと。諦めろ、結末は変わらぬ。
ってまたここに。風水機関を暴発させて閉じ込める。母上は当主はみんなの面倒を見るべきだって。逃げられると思うな小僧。もっと急げ、もたもたするな。できない。マヌケ、何をためらってる。死にてえのか。できない。当主は全ての人を守るべき。何をブツブツ。やったか、無鉄砲野郎。どうなったか、状況を確認してきやがれ。今のでやれてなきゃ第2ラウンドが始まるぜ。やったか、無鉄今の。派手に壊れたな。大逸の加護のもと、魂よ太陽へ帰れ。奴は死んだのか。手伝ってくれて感謝する。自分のためだ。あいつらの仇を取りたかっただけだ。お前よくやったよ。流脈の操作も演奏も誰に習った。僕の護衛だった。悪かったな。傷はそこまで深くなさそうだ。僕たちのところで治療しよう。治療？2回もお前をはめようとした相手に何言ってる。商人と通じていたのか。バカ言うな。英会人がうろちょろしてりゃ嫌でも耳に入る。教えてやるよ。うちのメンバーはみんなお前らと高連にもてあそばれ捨てられたんだ。早く治療しに行こう。ふざけろ。治すくらいなら殺せ。これだけたくさんの仲間を死なせちまって俺にもう生きる価値なんかねえ。みんなを生かすためにマフィア。もしそうだったとして、それが何なんだよ。お前にとっての一族だったのか。それを守るために行こう。出血がひどい。一族とか何言ってんのか知らねえが、親兄弟がぶっ殺しに来るなんて聞いたことねえぞ。
とにかく僕は力になりたい。力にだ？俺はお前ら英会貴族のいい子ちゃんぶったところが大嫌いなんだよ。聞け！俺は他の誰かじゃねえ、自分のために組織を作ったんだよ。あいつらを生かすも殺すも自分の気分次第だったんだ。その偽善くせえ手なんか触れるか。警備隊には報告しないから。頭大丈夫か？莫大な懸賞金が目の前にあるんだぞ。高連政府だって手をこまねいている賞金首だぞ。何がしたい？俺はお前の船も潰した。自首してもここで死んでもお前の自由だから。殺せよ。僕の目的は一族のためだ。敵討ちのためじゃない。そんなこと知るか。僕は一族のために、一族の